鳥居本殿アメク宮は、沖縄県那覇市にある神社。琉球八社の一つで、明治の近代社格制度では無格者。後期52年に成立した、琉球国由来期間11密門書寺演技の、天久山正元寺の段にある、アメク山大権現演技では、当社の会期を成果年間であるとし、その創始について、次のような伝承を記している。大古 メカル村に沖縄子という者がおり、日々を楽しんで暮らしていた。ある夕方、隣の里のアメクに出て佇んでいると、見れば、山上から、毛高い女人が、意義の正しい奉仕を送って降りてきた。山の中原には、中に、泉があって、水が流れているコほらがあり、二人はそこへ来た。またある時は、奉仕が女人を送って山へ上がることがあった。王子はこれを見て、 法師に、あなたは何者で、あの女人は、誰なのですかと尋ねた。法師の答えは、私は、ただここに住む者で、あの女性は、山上の森に住む者です。名乗るほどのものではありません。というものであった。二人は、ある時は、洞の中に入り、ある時は、道の半ばで消える時もあり、これを見るたび不思議に思った。そこで、これを王神に相乗したところ、 国王は書官にをして、虚実を確かめることとした。ホラに向かって、弧をひねって置かせたところ自然に火がついたことから、この話が本当であることが分かり、後日、社殿を造営した。すると、我は、熊の権限なり、市上の利益のために権限した。女人は、国の守護神弁祭典なり、との信託があった。この、琉球国由来記の創建伝承が、 現在の社殿となっており、沖縄の神社においても聖火年間の総建設を紹介している。また、慶安元年に初版が開版された、琉球新党期間第5のアメクゴン寺にも、蒸気伝承とほぼ同様の内容が記載されている。当社は、新言州八公寺の一つである、聖ゲ寺に、平地の神社として、感謝の性により、琉球発社とされた。 感謝へは、王府から、新職の薬法並びに永前費が支給されたが、当社へは、新職として、ハフリベないし、宮堂が置かれた。また、ハフリベないしが、神楽の際に着用する服装はすべて王府の自社座から、支給を受けた。明治時代に入り、琉球処分により、琉球王国が廃され、沖縄県が置かれると、当社は、近代社格制度により、 無格者とされた。琉球宗教史の研究によれば、沖縄県業政府では当社を損者に列することを立案したが、経済的な理由から損者列格ができず、また社殿その他の設備においても不備な点が多々あって、損者列格が事実上不可能であることから、とりあえず無格者として残置し、おいおいじ拡張整備して損者に引き直す根気を、 充実するよう努めることになったとしている。さらに、琉球宗教史の研究によれば、当時地元の民衆と信仰的に直接結合していたのは、御嶽廃所であり、無白者となり、日本政府の経済的保障がなかった当社は、その後経済的にも、信仰的にも見るに耐えない無残な状態を呈することとなり、普及に任せて廃電はうせ、本電は、 昭和12年代音響とともに逆転倒壊して、逆立状態となったとしている。しかし、社頭の案内版、アメクグーゆ書によれば、社殿は、太平洋戦争の最中である昭和19年の 10, 10空襲で消失したと述べている。アメクグーゆ書によれば、社殿を失って後、戦後しばらくは、うたきの形式で奉仕していたが、昭和47年に、 現在の社殿を建立、同年に捧ぐ賃祭を採用している。ありがとうございます。